カップイベントドリフトチャレンジ。うわぁ、自信ない。自信ないよ。オートスポーツレール、レースウェイ。そもそもね、ドリフト苦手っていうのとね、おぉ、これはマニュアルで最初やってみますけど、あまりにもひどかったら、いや、ひどくなる自信があるんですが、ひどかったらかっこいいな。ひどかったらちょっとオートマにします。オートマでドリフトってどういうことって感じかもしれないけどね。プラクティス、これも練習しに行かないとちょっと難しそうなので練習します。シルビアですよね、これ。おお、すげえな。もうこういうこと、マジ？もう訳がわからん。うわ、むずいな、おい。かっこいいな、シルビアちゃん。どうすればいい？この下に出てる傾きで、この緑、今緑だよね。これ白だよね。これ緑。これ緑の時がいいんでしょうね。位置的にはギアを変える余裕がないんだけど。こうかな。おお、難しいな。ごめんなさい、一回パドックに戻りますよ。これはね、ちょっと練習しないとダメだ。見せられるもんじゃない。ちょっとオートマ、ごめんなさいね。ドリフトなのになんでって思うかもしれないけど。ごめんなさいね。ちょっと、車をね、制御するので精一杯。アウトサイドマーカーボーナスを獲得だ。はい。速度ってこんなに速くないのかな。ちょっとこれ難しいな。うまい人の動画見なきゃダメだな。絶対違う。次はドリフトへの進入速度をもっと上げるという。はい、そうか、抜けるまでに、これでスッてこう抜けるまでに、これで、まあ、ちょっと広いけどね、抜ける前にこの辺で今スーッてスピードが落ちちゃったから、進入するときもゆっくりってのはあんまり良くないんだね。割といいんじゃない今の。ダメかな。星はね、5個もらえてるからね、数値的にはいいんだけど、これハンコンの方がいいんだろうな。ハンコンでやったら楽しそう。今のはアウトサイドマーカーボーナスだ。はい、ちょっとこれしばらく練習してみますか。視点はね、車が見えた方がいい気がする。これ綺麗じゃない？これ綺麗じゃない？すごい綺麗だったね。あー、これかっこ悪いよね。この視点はきついね。これは？あー。これだと見えるよね、すごい、この鼻先が。バコーン。大丈夫これ、絶対間違ってるよね。いいね、シルビア。ちょっとこれは難しい。視点ちょっと近い版でやりますわ。
難しいな。終わりでふらついちゃう。この終わり抜けがね。うわ。うら。ボフンボフンいってるけど大丈夫。これはスティックだとさばききれないのか。よいしょ、もう一周ぐらいしておきます。でもね、一応星はもらってるから。早すぎたね。黙りこくっちゃって。これ遠い方がやりやすいかも、視点は。うん、これさ、広がりすぎなんだよね、この多分ドライビングライン的に。よし、かっこいい。ごめんなさいね、ちょっとこれで挑んでみます。ちょっといい映像はお送りできませんな、これ。じゃあ予選いきます。よし、シュッシュッ、いいよ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 。合ってんのか分かんないけどね、なんかすげえ拙い。あー、もう事故ってんのか分かんないよこれ。ドリフトじゃないぞ、ただのスピンだ俺のは。抜けて、そう、ここも思いっきり行こう。次もちょっと早いね。行くぞ行くぞ行くぞ、ほれ、遠すぎるよね、オフトラック。こういうことか、こういうことだよね多分、近づくのは。インナーに、あー、これが、これ難しいね。ドリフト楽しいけど、楽しいけどね、かっこよく抜けれた時はすごく爽快。数えるほどしかないけど。どうよ、最高のドリフトだった。予選は余裕で通過できたな。あ、よかったよかった。次、衝突。オッケー、近いんじゃない？ここダメだな。難しいよ、ちょっとごめんなさいね、実況じゃないね、これ黙ってるし。いいね、今の結構稼げた。よし、ファイナルヒート進出には十分な。よし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 、ああセカンドか、悔しい。ああネイサン・マッケインに、畜生、もうちょっとだったんだな。準々決勝、悔しい。いきます。
マジ同時走行するの。お前が先行でスタートだ。へえ。ペースを作ってリードを守るんだ。面白。さっきもそうだった？違うよね。かっこ悪いかっこ悪い。来とる来とる。これ綺麗よ。これも綺麗じゃないか。激突。ダメだダメだ、戻ろう戻ろう。ここ綺麗だったな。こういうことか。お、いいね、ポイントはでかい。 OKOK、 すげえよこれ。リプレイ楽しそう。 OKOKOK。もったいない。もったいない。どういうことだろう。もっと早めに折れるか。おお、きれい。ああ、察したか。どう。どうです。これちょっとリプレイ見ようか。あ、そこ2なのね。今度は後追いだな。後追いね。そういうことなんだ。若干ね、若干慣れてきたよ。慣れてねえか。よいしょ。よいしょ。あー、くそ。インを攻めろ。よし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 。ダメだ、ここ難しいな。四角いんだよね、取ってても。こういうことか。触んね。接触するともうダメだね。ボロボロ。あ、勝った。よし、次に行こう。ちょっとリプレイ見ましょう。あと追いか。1回目の見たかったな。ほう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 。いいね、遠くから撮ってるとなんとなくかっこよく映るね。ラインを見られちゃうと下手くそだけど。はい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 。ここ次がね、割と綺麗に曲がれたと思う。かっこいいかっこいい。おお、最後もったいないね。ああ、どこ行くの。はい、よいしょ。準決勝。2回走行ワンラップ行きたいと思います。松本隼人さんと。はい、もったいないな。全然何もしてない、普通に走ってたけど。うう、こんなに振るもんじゃない。こうやってこんなに振るもんじゃないのかな。本来は正解が知りたいな。雑。
ごめんなさいね、これ喋れないわ。うーわ、やめやめ、うん、難しいな。これは尊敬するわ、うまい人。抜けろ。よし。お、でも最終よりいいね。80万台だったよね。よし、俺が後半な。楽しいぞ、やっぱ。楽しいんだけど、ちょっと強気でいった方がいいかもしれんな、ポイント的には。これは振りすぎ。これマニュアルでできる人すげえな。マニュアルでできる人っていうか、多分ドリフトこれはマニュアルでやった方が楽しいんでしょうけどね、本来は。いやー、俺にはちょっと無理ですね、申し訳ない。練習しないとね。オフ。よし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 。広がってしまった。もうちょっとスピード出しててよかった。抜けろ。あー、止まってしまった。ここはしょっちゅうオフトラック食らうから気をつけて。よし、数字は出るようになってきたね、ポイントは。よし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 。あ、オッケーオッケー、全然勝てるな、この感じでいくと。難易度はミディアムから変えていないので、ミディアムだったら僕みたいなこの変な走りでも大丈夫そうですね。マッケインと勝負、先に行かしてもらうぜ。お前が先行でスタートだ。ペースを作ってリードを守るんだ。うれ、ここ悔しいな。ここね、一度たりとも綺麗に抜けたことがない。こうか。これぶつかるぞ。もういい、ここは捨てよう。捨てません、やっぱ戻ろう。いい得点出したいからね。戻すの間違えちゃったよ。オッケーオッケーオッケー。衝突だこれは。これ綺麗なんじゃないか。オッケーオッケー。おー、危ねえ。ここで無駄に稼ぐ。オッケーオッケー。100は超えられるようになったね。さあ、後方から。後方は楽だよ。前回の素晴らしい走りだ。はい。またあの走りを見せてくれ。早すぎたね。あんまりここで使いたくないんだ。はい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 。ここは割と早めに入って良さそうだな。うん、なかなかいいポイント。ここ難しいよね。淡い
優しいドリフトでいいんだろうな、ここは。次よ。ここは美味しいから。ここも大事。接触か。オッケー、ちょっと広がり気味だけども、もうよし、ここもね入りが遅いんでしょうね、僕もっと早く行っていいはず。おお、いいんじゃない、長いドリフトできたんじゃない。よし、200ポイントも取ってれば勝てます。よし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 、 OK、 目標は3つクリア。ドリフトペナルティーなしで完走が2回できてるね。でもエキストラカリキュラムトロフィーが出ました。